んな怖い顔をしちゃって。シー、静かにしておくれやす。どうも非常事態みたいどっせ。戦闘になるかもしれへんから、お客はんたちには避難してもろた方がええかも。あかん。索敵魔法をしてみたんやけど、どうもギルドハウス取り囲まれてるみたいどっせ。うかつに動くと多分狙い撃ちやわ。どういうことですか。まあ敵襲ってことどっせ。うちらカオンはのほほんと平和的な活動をしてんねやけど、一体どこの誰さんやろ。襲撃される覚えはあらへんけど。ん？足音がするさ。堂々と真正面から来た。よし、私が迎撃するさ。ちょっと待て、私だ。攻撃すんなよ。おお、まこと紛らわしいさ。危うく私の空手の餌食さ。あよかった、敵さんを迎え撃つ準備は万端ってところか。いつもみたいにのんきにしてたら一網打尽にされちまうぜ。敵ってのはどこの誰さんどす？うちら状況が分からへんのやけど。1から10まで説明してる余裕はなさそうだけどな。とにかく今回の一件は全面的に私のせいだ。ごめんな、私が軽率に動いたせいだよ。申し開きをする余地もね。ようわからんけど謝らんといて、マコトハン。うちらカオンは一蓮托生、一人だけに責任をなすりつけたりせえへんよ。マコトハンの責任ならみんなの責任どす。せやからみんなで対処しまひょ。できる限りでええから事情を教えておくれやす。ああ、どうも奥藤先輩の様子がおかしいからよ。ぎったんぎったんにして問い詰めたんだよ。そしたら今回の一連の騒ぎの裏が見えてきた。どうも奥藤先輩はもちろん、あの無意味だかノエムだかっていう女の子の捕獲が目的だったんだけど、他にものっぴきならない事情を抱えてたみたいだな。女の子一人捕獲するにしちゃ大掛かりだと思ったんだよ。地雷の魔法陣とか仕掛けてさ、大人数で襲撃してさ、その時点で変だなって気づくべきだったんだけど、私みたいなこれまでほとんどつながりのなかった後輩に頼ってまで戦力を招集したのも全部誰かが裏から糸を引いてたせいみたいだ。奥藤先輩も手よく利用されたってことだな。どうもあのアホンダラ、その黒幕には頭が上がらねえみたいだ。何か弱みでも握られてんじゃねえのかな。あの馬車の襲撃はありえないぐらい軽率で無茶だったもんな。ともかくものすごくヤバい状況だ。私らはめられたんだよ。はめられたって誰にやの？その黒幕運は一体。呼ばれて飛び出てグッドナイト。夜分遅くに失礼する。歓迎してくれ、お客様だよ。うわっ、壁をぶち抜いて登場しやがった。無駄に派手だな。こいつは確かナイトメアの。ああ、礼儀として名乗っておこうか。騎士なんてのは肩書きだけで、別にお上品な作法なんか学んじゃいないんだけど。メイドの土産だ。私の名前を脳みそに刻んでおけ。我が名はクリスティーナ・モーガン。栄えあるナイトメアの
強く美しい副団長様だよ。今宵は町をうろつく目障りな獣どもを駆逐するために参上してやったよ。さあ誰からほふってほしい？死に方と死ぬ順番ぐらいは選ばせてやるよ。てめえ何なんだやぶから棒に。あたしらのギルドハウスを襲撃するとはいい度胸じゃねえか。戦争するつもりか。喧嘩なら勝ってやんよ。かかってこいや。辛抱しておくれよスーマコトハン。戦ったらあかんえ。相手はノームをつぼどすえ。ほんまに戦争になってまうよ。止めんな姫さん。話し合いの余地なんかねえよ。あいつら揃いも揃って中武装じゃねえか。やる気満々ってことだ。やらなきゃやられんぞ。元気がいいな犬っころ。お前から死にたいのか。ああ調子こいてんじゃねえぞこら。私を殺せるもんなら殺してみろよ。挑発に乗らんといておくれやす。まことはなんでそう血の毛が多いの。クリスティーナはん、カオンのギルドマスターとしてご用件をお伺いします。一体どういう了見どす。土足でよその家に上がり込んでちょっと礼儀知らずとちゃいますか。いくらナイトメアが王家直属のギルドやからって何でもかんでも許されると思ったら飽きまへんや。ああいい度胸。私に怯えず規制を吐いたことは賞賛に値するが口の聞き方がなってないな。天に向かって唾を吐く両替者が。貴様も言った通り我らには国王陛下の後ろ盾が錦の御旗がある。正義は我らナイトメアにあるわけだ。無駄だ姫さん。もう交渉ができる段階じゃねえ。はめられたっつったろ。そこのメイドさん、そいつが私らの襲撃した馬車にいたのが問題だったんだ。私ですか。ごめんなさい。私のせいなんですか。いや、あんたのせいじゃねえよ。だがあんたの所属してるギルドがまずい。あんたはプリンセスナイトの参加ギルドに所属してるんだろ。はい。私の所属するサレンディア救護員はプリンセスナイトの参加ギルドです。あくまで書類上で実質的なつながりはほとんどないんですけど。実際のつながりがあるかどうかはさほど問題じゃねえんだよ。まずいのはあの馬車の襲撃が主にあたしらカオンの手で行われたってことだ。カオンはビーストたちの互助組織動物園の参加ギルドだ。それはご存知だよな。そして動物園とプリンセスナイトは歴史的にも実際的にも死ぬほど仲が悪い。これまでもあちこちで何度も小競り合いがあったしな。ぶっちゃけ一触即発だった。今回の一件はそこにくすぶってた種火を爆発させる結果になっちまったんだよ。あの馬車の襲撃は客観的には動物園がプリンセスナイトの構成員を襲撃して殺そうとしたってことになる。要するにだ、先に戦争を吹っかけたのはあたしらの方ってことになっちまうんだよ。でも私が馬車に乗っていたのはたまたまで、皆さんも別に私を狙ったわけじゃないですよね。そうだけど、そういう図式を作られてるってことだよ。連中、戦争のきっかけをでっち上げたんだ。あの馬車の襲撃はそういう陰謀の一環だったんだよ。ナイトメアは身内が襲撃された報復っていう名目で私らのギルドハウスに攻めてきてるわけだ。実際世間的には正義はあっちにある。
その通り、お利口さんだな。抱きしめていい子いい子してあげたいよ。まあ実際きっかけは何でもよかったんだがな、たまたま奥藤の坊やがいい立ち位置にいたので便利に利用させてもらった。私は単純に生ぬるい平和には飽き飽きしているんだ。戦争を追っ始めたかったから軽く仕組ませてもらったよ。こんなに簡単に思い通りになるなんて、いささか拍子抜けといったところだがな。きっとこの世界を管理する神様も、退屈な日常なんかよりも血と臓物が見たいのさ。これはもう運命ってやつだ。諦めて状況を受け入れろ。共に楽しく死闘を繰り広げようじゃないか。別に嫌なら構わんぞ。一方的に虐殺するだけだ。相手が乗り気じゃなくてもダンスは踊れるからな。さあナイトメアの同胞たちよ、長き太平で海疲れた鬱憤を晴らそう。ビーストどもの血で並々と祝杯を満たそう。楽しい楽しい宴席の始まりだ。ハハ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 。